今日の私のハッピーポイントをお話しします。今日は朝からちょっと寒かったんですが、子どもたちは園庭に出てとても楽しそうに遊ぶことができていました。また今日はおにぎりお弁当の日ということで、年中さんは年長さんと一緒にホールでおにぎりお弁当を食べました。こうクラスずつにこう集まるのではなくて、年長さんも年中さんもバラバラでこうお友達同士楽しく食べている姿を見ることができて、とても幸せになりました。また残り少ない日にちなんですが、子どもたちと一日を楽しく過ごせていけるようにしていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。